皆さんごきげんよう。上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢、そして日本の安全保障の強化について取り上げていきます。ウクライナ情勢に関しては、地上波のニュースにおいては大きな出来事しか取り上げてくれなくなっているので、ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。 そしてウクライナ情勢の情報を更新していくことは日本の安全保障を考える上でも非常に役立つ知識が頭に入ることとなります戦争が日常化した時には何が起こるのかそして何が事前の準備として必要なのか様々なことを学ぶことができます今の日本が何をやっているかを一応見ておきましょうそれではまずはウクライナ情勢ロシア軍の兵士募集大都市圏でもキャンペーンが強化されていますロシア軍入隊で約330万円 円の一時金。モスクワ市長契約軍人確保へ報酬の増額相次ぐウクライナ侵攻が長期化する中ロシアの首都モスクワの市長は軍に入隊した人に対し日本円でおよそ330万円の一時金を支払うと発表しました報酬を増額し兵員を確保する狙いがあるとみられますモスクワの市長は23日軍と1年以上の契約を結んだ市民に対し190万ルーブル 日本円円でおよそ330万円の一時金を支払うと述べました。これは、ロシアは国民の反発が予想される動員を避け高額の報酬と聞き換えに軍に入る契約軍人を広く募集していて今年に入ってから19万人が入隊したとしています各自治体では政府からの支給額に加え一時金などを上乗せして兵員の確保を図っていますが今月以降 一時金を増額する自治体や親族や友人を軍に勧誘すれば紹介料を支払うとする自治体が相次いでいて報酬の増額で兵員不足を補う姿勢が鮮明になっています高額の契約一時金やもしくは貧しい人たちにしてみれば非常に高額な月収を約束することによって兵士を募集しているこの話それ自体は以前にも解説を行いましたししかし同じような話ではあるけれども、 このニュースには異なっている部分があります。それは貧しい地域における兵士の募集だけではなく、今回は首都モスクワにおいても、お金の力を使って兵士の募集を進めようとしていることです。記事の中では、契約一時金330万円は、ロシア全体から見れば平均月収22倍という数値が出てきました。しかし地方の人たちにしてみれば、都市住民と比べても明らかに貧富の格差があり、契約一時金300万円超えというの は都市住民の人たちよりもはるかに魅力的に映っていたことでしょうしかしそのような 地方での兵士募集にもいよいよ行き詰まりを見せ大都市圏における兵士募集を強化せざるを得なくなってきたわけです。これは明らかにロシア国内での変化の一つだと言えるでしょう。戦場ではロシア軍は人海戦術を多用することによって多くの兵士たちが死傷し続けています。ですからより多くの兵士を常に募集し前線を送り込まなければなりません。地方の貧しい人たちを主体として兵士を集めまくっていたのもいよいよ限界が見え、 次は都市住民、しかし都市住民の人たちはインターネットを使ってある程度戦場の悲惨な様子については 知っている可能性がありますしまたそうでなかったとしても地方の人たちに比べればよほど高い年収を誇っていますからお金欲しさに戦場へ行くという人は地方よりもかなり少ないはずですですからこのようなお金の力を使っての兵士募集にはそろそろ限界が来ることでしょう兵士を集めるために強制動員が用いられるようになればいよいよ国民の不満はある特定の人たちではなく国民全体に共有される問題となります 今はまだ反戦の機運が高まっているとは言えないロシアなのですが国民誰もが動員されるようになればもっと反戦の機運は高まるかもしれません続いて戦場の様子についても見ておきましょう戦争研究所の発表している地図がこちら赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です今回取り上げる戦域は2つハルキウの北とアウディウィーカの 周辺戦域です。ハルキュー周辺の戦域においてはロシア軍の進軍は止まっています。 ロシア軍からの攻撃もウクライナ側に行われているのですがそれらの攻撃に対してはことごくとくウクライナ軍に撃退されており前に進むことができていませんまたウクライナ側からの反撃に伴ってロシア軍がじりじりと後退していることがボルチャンシク周辺において発生しておりこの地域では全般的にロシア軍は劣勢です一方で戦場の予想が異なっているのが東部戦線です戦争研究所の発表している地図では激しい攻防戦が起こっていると ところでは、緑と黒の線で丸が描かれています。ただし、激しい戦いがあったとしても、それによって戦線が。 移動しててていいいるかといえば、それは場所によっっ全く様相が異なっています。毎日毎日ロシア軍が攻撃してくるけれどもしかし全く前進できずに撃退され続けている地域もあれば徐々に徐々にロシア軍が前進を果たしているところもありますそのロシア軍が前進しているというのがアウディウィーカから西へと向かうロシア軍の動きですこの地域においてはアウディウィーカで長い間激しい攻防が行われていましたからそれ以後も 継続的にロシア軍の大部隊もいますしなかなか抑えきるのが難しいのかなとも思っていましたしかし戦況報告書の分析などを見ていると気がかりなところが指摘されていましたアウディイカの攻防が終わった後もさらにロシア軍が西へと前進を果たしているまあ一日あたりで言えば100メートル程度なのですがしかしそれも1ヶ月も続けばじわりじわりとは言えないぐらいには移動しているわけなので なぜそのようなことが起こっているのか防衛ラインを築くのが十分ではなかったからだろうというふうないわゆる地域性といったものを考えていましたロシア軍が前へと出てくることができているのはそうした防御陣地の脆弱性といった問題も あるにはあるけれどもそれよりももっと大きな問題として防御側のウクライナ軍の疲弊といったものが目立ち始めているといったことが指摘されていました今回の動画の前半においてロシア軍が兵士を募集するのに非常に多くのお金をつぎ込んでいるという話をしましたなぜそのようなことをするかといえばそれはロシア軍が人海戦術兵士の突撃を繰り返すことによって多くの死傷者を生み出しそれによって次から次と兵士を補充しなければ 攻撃が連続的に持続することができないのです。しかしそれは逆にして言えば、ウクライナ軍にしてみれば、いつまでもいつまでも攻撃を受け続けるといった状況が延々と続くわけなので、どんなに防御側が有利だとしても、兵士それ自体の疲弊といったものが進んでしまうのは避けられないというわけです。ロシア軍の方は、兵士の疲れといったものを感じる前に、その兵士それ自体がなくなって、次の人がやってくるわけなので、これはあまり気にしないというわけです。 生き残ったた兵士がたくさんいるからこそ、戦いい続けて、だんだんんととと心と体も消耗するというのが、ウクライナ軍というわけです。この辺り、ウクライナ軍側の方で、そうした疲弊した兵士を後方に出して休暇をしっかりと取らせるといったことが重要なのですが、十分に兵士を循環的に休暇を取らせるのがうまくいっていないといったことも指摘されています。じゃあ、ハルキウ周辺において、なぜウクライナ軍側の方が優勢かといえば、この地域においては、 2022年にロシア軍の大攻勢があってそれをしのいだ後にはしばらくの間ロシア軍と睨み合っているだけで実際の戦闘は本格化していなかった時期がありますですから疲れていない兵士が戦っている面がありこの地域においては単純な話としてウクライナ軍が力を発揮できる状況といったものが存在するわけです一方で、 東戦線においては全般的に非常に長い期間攻防戦が繰り広げられているわけで休暇が取れない兵士の数が多ければ多いほど どんなにベテランの兵士であってもその能力は落ちロシア軍に押される場面が出てきてしまうというわけですまあそれだけに兵士の疲弊が進まないようにより多くの飛び道具がウクライナに供給されないとなかなかこの状況を改善するのは難しいかもしれません現在ウクライナでは兵士を集める手段としてロシア側もやっていた囚人兵についても訓練を行っており東西 1000キロにも及ぶ長大な戦線をいかにして守るのか、苦労をしているところのようです。このような兵士の疲労問題といったものは、ロシア軍の接近を許してしまっているからこそ起きる問題です。ドローンは砲弾よりも射程距離は短く、 非常に接近した敵に対する攻撃で使用されており双方ともに前線の兵士たちを消耗させるものです砲弾不足それ自体については現在は解消に向かっているのですがしかし砲弾を超える射程距離を持った兵器についてはまだまだ不十分ですでは兵士が疲れないようにするためにも遠距離攻撃を行う上で重要なミサイルについて日本ではどのような動きをしているか続いての話題へと移っていきます防衛省南鳥島に、 地対艦ミサイル射撃場整備へ。 関係自治体に伝達。陸上自衛隊の地対艦ミサイルの発射訓練を国内で行えるようにするため防衛省が東京の小笠原諸島の南鳥島で射撃場の整備を計画していることが関係者への取材で分かりました射程が1 0 0キロを超えるミサイルの射撃場の整備は初めてで都や小笠原村に計画を伝えたということです今回ミサイルの射撃訓練場として計画されている南鳥島は東京からは約1 9 0 0キロと 非常に離れた場所です。一番近くにある小笠原諸島との間でも約1 2 0 0キロ程度離れている場所ですこちらが南鳥島の上空からの写真本土からは航空機で片道最短4時間珊瑚礁が隆起してできた一辺約2キロの三角形の小島です島は小さいため公共交通機関や宿泊施設などもありませんあるのは海上自衛隊や気象庁などの関連施設だけ民間施設は何もないことから 民間人の上陸は許可されていません。ここに暮らすのは海上自衛隊員や気象庁、国土交通省の署員ら数十人だそうです。関係者によりますと、小笠原村の南鳥島で計画されているのは、地上から海上の艦艇を攻撃する陸上自衛隊の人2識地対艦ミサイルの訓練用の射撃場です。ミサイルの射程は百数十キロで、爆発しない演習用のミサイルを島の西側の沖合に設ける訓練海域に向けて発射するということで、 再来年度以降の運用開始を目指すということです。防衛省は人認識地対艦ミサイルについて、 有事が起きた場合に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うため射程をおよそ1 0 0 0キロに伸ばす計画でこの改良型のミサイルや開発中の高速化滑空弾などの発射試験や訓練も行われる見通しです射程が1 0 0キロを超えるミサイルの射撃場の整備は初めてで国内でも訓練を行えるようにすることで離島の防衛能力の強化などにつなげたい狙いがあるとみられます国産の人に識地対艦ミサイルとは離島への侵攻などを防ぐため ために、地上から海上の艦艇を攻撃する国産のミサイルです。 配備先は熊本市と鹿児島県の奄美大島沖縄県の本島と宮古島、石垣島で南西諸島が中心となっています防衛省は相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うため射程をおよそ1000キロに伸ばし来年度から配備する計画です防衛力抜本的強化新施設の整備や部隊配備計画進む沖縄県の北大東島では太平洋側の島しょ部で外国機の領空侵犯などの監視を強化するためとして 航空自衛隊の移動式の警戒管制レーダーと部隊が配備される計画です。来年度から工事に着手する方針で、北大東村は今月22日、受け入れを表明しました。鹿児島県 西の表市の馬毛島では去年1月から新たな自衛隊基地の建設が進められていますアメリカ軍の空母解散機の訓練も行えるよう2本の滑走路や管制塔なども整備される予定で工期はおよそ4年が見込まれています広島県呉市では装備品の製造や物資の集積艦艇の配備など複数の機能を待たせた防衛拠点の整備が検討されています新たに弾薬庫130棟程度が全国に整備される予定です 現時点で新設が決まっているのは、青森、京都、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の6府県です。射程距離の長い兵器を持っているというのは、非常に重要なことです。これはウクライナの戦場において、 確実に自称されているると言えるでしょう。ハイマースによる射程距離8 0キロでは足りないしイギリスフランスの供与した巡航ミサイルストームシャドウスカルプやアメリカから供与が後に行われたエイタクムスミサイルなど、まあ、最大でも射程距離は3 0 0キロ程度です。それらばあくまでも供与品ですから。 使用制限がかけられているといったこともありますし、そもそも300キロよりももっと遠いところに確実に攻撃したい場所なんてたくさんあるわけです。まあそのためにウクライナ自身ももともとは地対艦ミサイルであるネプチューンを地対地使用、地上攻撃要因にと改造し、射程距離も伸ばそうとしています。 しかし戦いながらそのような兵器開発を進めるというのは非常に苦労するものでウクライナとしては開発中のネプチューンミサイルを使ってのテスト的な攻撃なども時々行っているようです。そして 日本の場合であれば、ウクライナのように実技の国はありませんから、周りには海が広がっています。射程距離100キロ、200キロ程度ではとてもではありませんが、日本を全体的に守ることはできません。しかし、長い間日本は専守防衛といって、あたかも最初から本土決戦をしなければならないかのような、 非常に厳しい防衛思想になっています。まあ、実際には海上自衛隊と航空自衛隊をもってして、領海領空において敵を防げというような話になってはいるわけですが、しかし現代戦においては、 仮想敵国といったものがどれだけの兵器を持っているかを考えれば、まず最初にやってくるのはミサイルであることは間違いありません。相手国が上陸をしようとして、艦艇をいきなりどこかの島にというよりは、まあ最初に防衛能力を削ぐためにミサイルを撃ち込んでくるというのは一番考えられるシナリオなわけです。そして敵が撃ってきたミサイルを撃ち落とすというのは技術的にも難しいし、また 難しいということは用意しなければならない迎撃弾の値段も高ければ量産するのも 難しいといととうことは明らかです。まあたい攻撃する側の方が安くそして量産できるものを使ってくるそして飽和攻撃を仕掛けてくるといったことが考えられるわけで相手国の製造基地や使用している部隊などに対する反撃能力を持っておくというのは必要なことです今回南鳥島に当社ミサイルの射撃訓練場を設けようという考えなのも私は今の時代からすれば必要なことだと思いますここれまででミサイルをどこかで使おうとした 場合において日本国内ではそもそもそのような訓練が行える場所がありませんでした訓練場が1 0 0キロ2 0 0キロ先までずっと全部が自衛隊の土地ですよなんていう場所はないわけなのでわざわざアメリカやオーストラリアなどの友好国の土地を使わせてもらうといったことをしていたそうですしかもそのような段取りは非常に困難でめったにできない訓練だったそうです今回の南鳥島においてロシア訓練やもしくは開発中のものを 実地テストするというのは日本の防衛力を高めるためにも役に立ちますしまたこの地域全体においても防衛能力を高めることとなります今のところ射程1 0 0 0キロというのは南鳥島からだと特に届くところもないわけですがしかし北海道中国地方九州沖縄など配置すれば睨みを利かせる 地域はより広くなるわけでこのような話は引き続き進めていってほしいものですまたこのようなミサイルが国産であるということも重要なポイントですアメリカから射程1 6 0 0ロのトマホー,ークミサイルも購入するので,ですが数それ自体は大したものではありませんウクライナの戦場で見てもわかる通り数を揃えようと思えば自分の国の中でどれだけの量を作れるかその生産体制などを築いておかなければなりません必要なものが何で必要な製造ラインを整備するのに どれくらいの規模が必要でみたいな話、細々としたものを自国の中でノウハウとして持っておけば、いざとなったときに増産をかけることもできます。そして、今回紹介した記事の中には、このようなミサイル射撃場の話だけではなく、弾薬庫の新設の話などもありました。長期的な戦いといったものを考えた場合において、現在の自衛隊では明らかに手持ちの。 弾薬類などが不十分で戦いが長期化することをある程度前提とした準備といったものも進める必要があるでしょう。そしてこのような長射程の兵器というのは 前線の兵士たちの損耗を少しでも減らすことに役立ちます。ウクライナ情勢、そしてウクライナの戦場で起こっていることから、日本が学ぶべき点は非常に多いのです。まあ、ちなみに、前線の兵士の疲労が非常に問題化しているという話を今回しましたが、このような問題を解決するために、ウクライナでは兵器の無人化、もしくは無人兵器の開発に力を入れています。す、ま、で、あ、にドローンをある程度使ってはいるのですが、そのドローンをある程度無人化することによって、空を飛ぶドローンにしても、 陸を走り回るドローンにしても人間を使わない形での戦いといったものを目指しているわけですこのような技術は求められているから発達するのであってロシア側も対抗策としての無人兵器を作ろうとするでしょうしまたヨーロッパ各国アメリカもまた兵士の代わりになる無人兵器は 力を入れて開発すす。るはずです技術的な格差が広がれば広がるほど味方が一方的にやられてしまうといった状態が生まれてしまうのでこのあたりの技術革新についても 日本はまだまだ注目していかなければならないでしょう。というわけで今回は、ウクライナ情勢、ウクライナの戦場での出来事についての解説から、日本が今どのようなことを取り組んでいるかを取り上げてきました。日本は長射程の兵器について、国産での開発、生産といった体制を取ろうとしています。 しかし、これらを十分に使いこなせるような憲法や法律であるかといった問題は抱えたままなので、お手先だけではなく、根本的な部分についても改良の手を加えていってほしいものです。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、ぜひともチャンネル登録していってください。動画を見終わった方は、評価ボタンのクリックと、あなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。